おはよう。おはよう。おはよう, <laughs> おはよう。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 時間通り。え、時間通り。五 <laughs> 分前からこうやって待機してんの。 頑張ったよまたま時間あったので絶対早起きしたでしょ <laughs> 始める前から待機してるよ本当にえなんか本当は10分前ぐらいから始められるんだけど始めた方がよかったかなこの時間を定番にするのうんうん、あん 夜できない日は朝この時間にやろうかなーって思ってますよ早起きさすがですそう昨日さ1時ぐらいまで寝れなくてだからめっちゃ眠いんだよねほんと <laughs> えそうなの待機してるのみんなえ <laughs> じゃあみんな待機してるんだ <laughs> それ えじゃあもっと早く始めればいいねあれそうなんだ今月誕生日なんですねそうですよハロウィンなんだ誕生日皆さんお祝いしてくれるしてくれるかしてくれないか <laughs> フラングしていいの起きて十秒とかでこうやってしましたやった <laughs> やったね 嬉しいよ。おはようおはよう。おはようございます。ね、しないよって言ってる。<laughs> しないえ？してよ。ちょっとハッピーバー <laughs> 配信通知を目覚ましにしてる。いいじゃん。いいねそれ。 昨日のおぎりね昨日の大喜利さあめっちゃ面白かったみんなが答えてくれたやつ私的に、まあ、ナンバーワンは決められないけどすごい印象に残ってるのは全部シーンってやつ <laughs> 返集しようと思ったらメール取ってなかったあれあれ難しいよ今日のやつはね簡単だよ今日送るやつ お疲れ様ですお疲れ様です。おはようございます。ね私が遅刻したらでも私あんま遅刻しないと思う。信じてくれないだろうけど。<laughs> 滑ったのでもう返信できません。えっってないよ誰も。<laughs> 誰も滑ってないよ。視力2.0。 気づいたらお試し終わってたんで超嬉しいじゃんそれ嬉しい嬉しいしっかり者だそうだよ持ち合わせはね絶対10分前には着くよおばめ本登録しちゃいました <laughs> 嬉しいめっちゃ嬉しいえってか私2.0より上だよ多分なんかあのー そういうところに行くとなんだっけ2.0以上も測れるじゃん普通に見えるよ私レッスン遅刻しないです40分前ぐらいにはもう行ってるかも3040ぐらいさらちゃんはあざといのに時間は正確あざとくないよ <laughs> 痛くないよ。立て眼鏡かけないね。私メガネ似合わないんですよね。<laughs> 本当に似合わなくて逆に困ってるんですけど。40分前とか早すぎに何してるのえ？ストレッチして。復習してみたいなね。 視力0.01じゃあ私と私の片方の目交換したらいい感じ初見ですありがとうございますいつかメガネーションもあるだろうなえ似合わないからあんまり見ないで <laughs> あんまり見ない,な体柔かいでほしいなえ私 この SG 受かるまで体がめちゃくちゃ硬くて長座体前屈は2 0ンチとかだったんですよ体力テストで。セセンンチチって結構やばいのかかりますか <laughs> 20センチででも受かってからあのやばいなと思い始めて毎日ストレッチしたらめっちゃ開脚できるようになっためっちゃかちょめ,めっちゃ嘘だけど。 えでも本当にちゃんと開脚できるようになりました前に2 0ンチやばいですよね分かってからもう準備あそうですあの合格通知いただいてあのこっちに来れるかどうかね分かんなかったんですけどとりあえず始めようと思って。 のメール取ってるけど返信して欲していよ今日もね朝見てた新しいの来たからえ本当にこうやってメール欲しいって言ってからすごい増えたんですよ返信がかめっちゃ嬉しくて本当にえ増えましたすごい増えたんです おはよう。おはよう。おはおは。またするよ。ありがとう。お友達に何も言わないで引っ越してきました。な <laughs> んから引っ越してること知らないんじゃない。たぶん。しそうやん。え、そう。知らない。誰も言わなかった。だって言っちゃだめだから。なんて言えばいいかわかんなくて。 あの私危ないから言っちゃったら危ないから何も言わずにそれで何か言った <laughs> え受かったのも言ってないですでもあのー、噂によるとあの私の部活サッカー部のマネージャーだったからなんか部員がちょっと知ってるなんか知ってる人もいるみたいな気づいた人もいるって言ってたけど。 そんな学校全体に広まってるとかそういうのじゃない気がする大喜利出して返信で返事をもらうのはすごくいいアイデアだと思うねえみんな答えてくれるからね「はいよお披露目されてからもう行ってないです」えなんかわざわざ言うのもちょっとあれかなって思って。<laughs> マネージャー失踪あでもあのー、引っ越す前にマネージャーは一応辞めましたそう家庭の事情って言って部員にオタクいる説えそんないるから分 <laughs> かんないよ <laughs> そうサッカー部のマネージャーでした <laughs> 大喜利で返信めっちゃ増えたよ超嬉しいよ 女子高生失踪 <laughs> 失踪先生には言ったけど SKE とは言ってないですねサッカー上のマネージャーも出モテそうだねモテてたのかなえでも私結構なんか距離があった <laughs> かななんかさ私距離あったんですよねマネーージャー2人いたんですけど なんかそっちの子はすごいなんか荷物持っ,持ってるとなんか「これも持ってよ」みたいな感じでなんか言われるタイプだったんですけど私が持ってるとなんか「あも持つよ」みたいな <laughs> なんか私えなんか嫌なんですけど <laughs> すごい嫌だったなんか気使われてるっていうかさ ちょっと距離を感じましたねええやんええのええのかなお嬢様マネージャーやんえだからそれじゃ意味ないじゃないですか <laughs> え自分じゃない本当にこれは <laughs> そう頼ってほしいのそう頼ってほしかったの私はなのにダメだ

おはようおはよう母な,なんと皆さんには圧かけるよ母母 <laughs> もうかけてくるからタ <laughs> コの生徒に声をかけられましたけど私なんか SNS やってなかったから全然なんか話しかけられても。 ごめんなさいでしたね感覚バグってる説 <laughs> グて <laughs> バグってないよバグってないバグってないめっちゃ来てくれるじゃん てないのもうアイドルの準備始めたえ、アイドルの準備始めてないけど、私なんかそんなに SNS が好きじゃなかったなんか他の人のさなんていうの投稿とかあんまりなんか興味なかったし自分もなんか投稿するのとかめんどくさかったからなかったですね わかるわかるインスタしてなかったか最初入学した時とかは作ってみたんですけどちょっとなんか性格に合わなくて <laughs> しなかったすぐ,すぐやめちゃいましたねインスタ見てもいなかったですよすっぴんです私おはようございますおはようございます そう、実際の生活大事。ティックトックもしてないよ。え昇格したらやりますよ。それやりますよ。これからもまめにいろいろ、え私まめにしてますよね、メール。 メール顔し見るのも結構まめですよね今頑張ってますよエゴサに怯えなくていいですかあんまりしないあのサーターメールは見るよあんまりエゴサしないタイプかみんな知ってほしいですか意外とまめじゆっくりしてる。 だよね <laughs> そうだよだからちゃんとあの目的があったら全然やれますよえそう SNS ちゃんとこうやって皆さんのためっていう目的があったらできますよえごさしなくて大丈夫ですえなんんか書いてるんですか <laughs> しましょうかじゃあ。 終わったらしますね一回なんか変なことが入ってないですよね <laughs> 平日朝のシャルは好印象そうなの？朝の配信え私がこの配信してるのは私のためですよ <laughs> なんか私の私がしたいからしてますよ配信はいいキャラだなとそうですか エゴサするとやむそんなにマジで <laughs> やまないんじゃない私 <laughs>「変身タグの,のみ見ましょう」ってか私えエゴサってなどうやってするのかんない <laughs> エゴサだってメンバーが言ってるからエゴサって「朝配信いいよー私がしたいからしてるんだもん」 喋り倒したいだけ違うよ皆さんと喋りたいから大きな口がジャンポイントかなえ多分そうだと思いますあんま言わないけど自分じゃ今日は静か絶対寝不足だから <laughs> 寝不足だからメールっぽいのにって言うけど私メールじゃないないから本当に。 多分他の子はなんか見た目とかで言ってるのかなわかんないそれかはなとふざけてなんかなんでだからはなも外で話してるのみたいなことを言ってくるんですけど私もそれに返すのでそれを聞いてそう思っちゃってるだけかも全然そんなんじゃないですよ 確かに今日はいつもよりおしちゃうか <laughs> 寝不足がちょうどいいってことですかね <laughs> めっちゃ寝不足だよだって5時間しか寝てないもんえそれほど遠いよえ本ほんとほんとにえふざけてるだけでも <laughs> わざわざと言ってんのいつも何時間 ?6767 くらい 今も眠い今は眠くないけどあのー、配信配信終わるとすぐ二度寝しますすぐもうなんか気絶したように寝る12時12時ぐらいまで平日は寝るよあ平日じゃない休日7時間健康的にそうだよね7時間が一番いいですよねカラスが呼んでませんかえごめんなさい ごめんなさいねえ気絶するえそう二度寝するよこの後た多 <laughs> 朝やばそう起きれはするんですけどそう起きれはするんだけど <laughs> もう一回寝る <laughs> えごめんなんかめっちゃカラスすごくない <laughs> ね長とか言わないで前髪なしだと雰囲気変わりそうえでも前髪なしも似合うと思いますよ <laughs> キャッチフレーズえなんか全然キャッチフレーズ決め,決めるんですかじゃあ皆さん考えておいてもらって <laughs> いろいろメイクや髪型にチャレンジしてくださいねでもそうだね メイクはでも薄めにしよううかなって思ってて思るもうすっぴん見せたしねカラス私鳥苦手なんですよね食べるのもあの見るのも結構苦手なんですよね朝のメイク朝メイクしてないよ私カラスはさらちゃんのお宅みたいですねすごいなんか話しかけてくる。 なんだろうねデコ出しみたいならいいですよ焼き鳥は食べれるけど皮とかはあんまり食べれないなんかとり,とりとりしてると苦手かなすっぴんかわいすぎる小声大声で言ってください <laughs> 大声でね おはよう。おはよう。好きな食べ物はお肉なのにえあれ？牛と豚さんのこと言ってる。カラスも握手会並んだらどうします？<laughs> どうしますか？カラスにそうっすね。嫌だー。すごい嫌なこと言うじゃん。嫌 <laughs> だよー。 半端なくて可愛くてセンスほんとめっちゃ嬉しいじゃんオーディションでおでこ見せました見せましたよカラスの被り物しておっかん行ったら私にちょっと嫌がられるかもなに <laughs> 何それって言われるかも <laughs> 並んだら嫌だからえ,、ね、え並ばない私が頑張ってさ排除するからさ 回ギュうギュうしてるとか言うかも <laughs> 皆さん私のこと目をさらないように見つめてどういうこと <laughs> カラスの服着てきたら塩太陽になりますかえー、ならないよ塩太陽には塩太陽にはならないけど、まあ、ま,あ <laughs> まあ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 、まあ、カラスの人っていう印象にはなっちゃうよね <laughs> 今日の夜の夜えできたらしたいけど予約は入れないねできたらしたいでもできない可能性が大低血圧低血糖低体温え割とそう待って低血圧はそう低血糖はあんまなくて高体温 <laughs> 結構高体温 <laughs> 忙しいんだねそうだね忙しいあざい釣り師違うよ暖たくないよおはようおはよう間に合ったよかった風邪ひかないようにねそうだね本当にそうだね最近危ないよね寒いから平列 36.8? だったったけ1年後にはあざとりかは1位になってそうえそんなことないよ花の方が <laughs> あざといんじゃないそれはあざとくないと思うんだけどあれ <laughs> ?36.8 はなかなかえ確か36.8だったと思うな花皿であざと2トップ嘘 えでも2人が話してる時そんなそんななんか普通の人間ですよ <laughs> えフォロワー1,500人だっておめでとうえそうなのありがとう嬉しいめっちゃ嬉しいっていうか最初から初配信の時からフォローしてくれてる人結構いたからびっくりしたんですよね 裏の2人の会話裏っていうか普通の人間だよ <laughs> あざたい同士だから中和されるのかもえでもえそんなえ <laughs> 自へっムジあざとさ強いえだってあざとくないですもんねオーションで配信してなかったから1500人すごいえそすごいね皆さんありがとうございます私服ってどんな感じがいいの えガーリー系が多いんですけど私ちょっと転生したいなんかストリート系を着てみたくてはじめましてはななおすすめできましたそうなのおす,すめしてくれたんだありがとうメール本登録ありがとうえでも私は <laughs>、ね、ちょっと待って私は普段からこんな感じかも <laughs> え待って <laughs> 普通の人間と言っても肌も私もこんな感じかもしれないなんか普通に「やだー」とか言ってるよ <laughs> ストリート系似合いそうえ本当映像えそう着てみたくて着てみたいんだメールが面白くて楽しみ本当よかった赤ちゃんストリート <laughs> え ナがサータンに愛を語る配信してましたマジですか裏てない感じだと思うえ他のメンバーに聞いてみてこんぐらいうるさいよ結構オフショルあんま着ないかもえオフショルってあれですよね肩出てるやつワンピースはねよく着ますよ無意識にあざと可愛いできるなんてだってあざといっていう自覚はないですって 十一期に同級生の子いるから、え、そうなんですよね。なんか共通のお友達もいるみたいで、お話してみたいですね。メール来るの楽しみ本当か？めっちゃ嬉しいじゃんそれ。十二期で一番おしゃべりなの？え、私かな？ずっとしゃべって てんのはでも私は TPO 守る派だからええ、私がレナかなお顔が好きですありがとう配信してない時全然喋らないよだから配信してない時に喋らないから配信でこう発散するんですよ私はゆああんまり話さないんじゃないよ カキレナとどっちがおしゃべりおしゃべりのジャンルが違うかも。え、そうなんだ。あ、そうだね。マネージャーつながり、ありが、なんか。なんか恐れ多いっていうか。え、レナも守るよ。<laughs> ね、守る。ね、違う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  <laughs>。違うって。え、五十六分なの早。早めにやればよかったね。ホコミンからカキレナが一番しゃべる。だから仲良くしてる。 ここが違違ううから多分違うけどだからここみちゃんの前では私もそんなにあれかも遠慮がちかも <laughs> 遠慮がちね批判じゃないって違う違うみんな守るよ結構いつもテンション高めそうね <laughs> そうね何それ分かんない聞いてないよ なんだろうえユアはあんま話さないよそんなそろそろ会社入るわまたなまたなあきれな仲いいよだってオーディションの前から仲良しだ二次審査でもう会いましたからね30分早いね早いね 俺のこと待ってた待ってたよ。<laughs> 同じグループだったもんねそうですよ。えそうあのねレナとねこの s k ー入る前にハンバーグを一緒に食べに行ったことがあってそこのハンバーグがめちゃくちゃ美味しくてまた行きたいんですよね。って話をこの間したレナに <laughs>「美味しかったやんなぁ」みたいに言ってたよ。<laughs> 三十分だと短いよね。二時間ぐらい聞きたいんじゃないですか。皆さん。十二期仲いいよ。半分のバーグさん食べました。名古屋で東京です。東京。じゃあ、明日朝五時からやりませんか。明日朝五時。寝不足なのに、私今日 <laughs>。え、でも、早く起きたら、早くやっていいってことですか。 私あの設定してる時間ちょうどじゃないとダメなのかと思ってたハンバーグ食べました12期のわちゃわちゃ配信 <laughs> めっちゃうるさくなるんじゃない <laughs> ?11 人いたらめっちゃうるさいんじゃないかなハンバーグは何系のソースえ日によって変わるけどさめっちゃ迷うね オーディションする控え室え、私は結構はしゃいじゃってたかもそうえな何その参加してほしいなってみんな何の話してるんだろうわかんないんですけど朝5時から可能ななののよねそうなのえでも5時はさすがに起きてないわ <laughs> 起きてないかもえー、バイバーイ ありがとう,そう緊張しないタイプ逆に周りのこの緊張を解こうと頑張ってたはじ <laughs> めましてって言ってるけどバイバイだもんバイバイありがとうありがとうまたね夜ね間に合ったらするよまたね